いよゆうおかひいよゆうおかひは、かつて、イよ国の道後温泉に存在したとされる、アスカ時代の石踏み。いよ道後温頭比、イよ温頭比、道後温頭比などとも。比自体は現存しないが、碑文は、後世史料の引用文によって知られる。アスカ時代の水古天皇4年に、道後温泉を訪れた、聖徳太子らにより混流されたと伝わる石踏みである。碑文は、古代、 金石文みの一つになるが、原皮は早くに失われ現在は文献上でのみ知られる。中国の温泉府や温湯市に倣い設置されたものと見られ、碑文には水古天皇きの古色が指摘される。石文みの設置経緯並びに、碑文内容は伊予国風土記に再録され、その風土記の一文が尺日本記巻十14、または万葉集中尺巻三に収録されている。 それら一文によれば、伊予温泉には、天皇などの行行が五回あり、第三回目で、聖徳大使が、高来像の恵み寺やカツの神羅と共に訪れた際に、大使は、湯の丘のほとりに石踏みを建て、その地は、伊佐地並丘と称されるようになったとし、続けてその碑文を掲載する。なお、上記の伊佐地並丘に関連する、式内者としては、伊佐治派神社が知られる。 ただし、同社の現鎮座地は湯畜上畜上に伴い潜座した、もので、潜在以前は、現在の湯追記跡の地に鎮座していたという。それとは別に、愛媛県松山市来住町の久米勘外遺跡群に、温湯湯の存在可能性があり、それとの関連を指摘する説もある。なお原秘については、天武天皇13年10月の白宝地震で、渦漏れたと推測する説がある。 奉公6年10月、都市、在平身、我が法王大、大友萌え字防及び、桂木らぎの心、商用恵比スヨ村、ラ、聖寛亀井、単与名言、欲の部位、両作秘文一種、注釈、ありがとうございます。